合皮工業大学は中華人民共和国安記省合皮市に本部を置く中華人民共和国の重点大学である。1958年に設置された合皮市内3カ所にキャンパスがある。市中心部の古い本キャンパスに加えて市南部に新しく1、2学年用の広い筆移行キャンパスを造成した。本キャンパス内には教育棟、研究棟、教官住居、 カンファレンス旨、レストランゲストハウス旨、運動場がある。暗記省立防腐高級工業職業学校として1945年、創立。1947年秋、ワイナン道産に移転し、昇格して、当時の暗記省唯一の公開員校である、暗記省立工業専科学校となる。1950年1月、ワイナン工業専門学校と改称。 同年11月、ワイナンススコー専科学校と改称、同年11月、ワイナンススコー工業専科学校。1955年4月、ワイナンススコー工業専科学校は、合比工業学院に発展し、1956年、合比に移転し、1958年、合比工業大学と改称。その後一部が分かれて、アンキリコ大学に発展している。 2005年より国家プロジェクト211工程による重点拠点大学の指定を受けている。暗記省の大学の中で中国国務院教育部直轄の大学としての地位を占める。全日学部生23,554人、千五4,538人。精密計測工学分野の国際学会を開催しており、教電関連の研究室も充実している。 工学では群馬大学との小学では久留米大学小学部との交流が行われている。キャンパス内スポーツ旨。ありがとうございます。